今回、この世界遺産検定と地球の歩き方がコラボしたきっかけは何でしょうか。基本的にその旅人って世界遺産だってことは理解してても、世界遺産ってどういうものなのか理解してない。世界遺産検定と世界遺産検定できちんとその学びましょうよっていうのがあって、良きところって近いんだけど遠いみたいなね。じゃあその検定を受ける方が全部そのエリアに足を運んでいるのかっていうと運んでない可能性も高いし、お互いそのお互い持っているポテンシャルをきちんと学びましょうよ、たまには旅に行きましょうよっていうところがこうバンとくっついてっていうところですよね。うちとしてはあれなんです、ね、学ぶってことも大事なんですけど、うん、学んだ後ぜひアクションに移してもらいたいっていうのがあって、アクションに移すときに一番道しるべになるのがやっぱ地球の歩き方なんですよね、うん、いろんなガイドブックってあると思うんですけど、だからまあそういうところで一番まあシンクロしやすかったっていうのがあって一緒にやらせていただいたっていうのが書いてあります。学んで旅する。そうですね。学んだら旅に出てほしい。出てほしい。その場で読むって、机で自分の家で読むのとは全然違うんですよ。うん、見て、その大きさ感じて、でもっと言えばその日差しの暑さとか、うん、食べてお腹壊すとか、うん、まあ、美味しいものでも食べてもそうなんですけど、それがやっぱり学んだことが身につくというか、実感するというか、っていうのがあると思うんですよ。その点で、本当にいいコラボになったんじゃないかなと。このコラボした図鑑なんですけども、はい、おすすめのポイント、こう使ってほしいみたいなことがお願いします。そうですね。私は世界遺産検定の側の人間なので、その立場から言わせてもらいますと、やっぱりその検定で学んだ知識っていうのももちろんここに書いてあるんですけど、じゃあそこにどうやって行けばいいのかなっていうのは、世界遺産検定のテキストには出てこないんですね。例えばどこどこの駅で降りるとか、あと何がここの地域では美味しいとか、そういう実体験に基づくような話っていうのは検定のテキストには書いてない。ただこちらの書籍ではそういうアクセス、その、遺産のアクセスだったり、あとそこで何が美味しいもの、グルメだったり、登録されてないけど必見スポットとかも書いてあるので、まあ、なんか本当にその世界遺産だけじゃなくて、その世界遺産への旅っていうところにあの焦点が置いてあるんで、まあ、その実際に世界遺産に足を運ぶっていうことを目的としてこの本を活用してもらえたら、とてもそれに越したことはないかなというふうに思っています。このページの下部の方に、その実際にこの遺産を訪れた認定者の方々のあのエピソードっていうのが書いてあるので、あのその世界遺産検定でその世界遺産を学んだ方がどういうふうにその実際に世界遺産を訪れて体験したのか、何を体験したのかっていうのがここに書いてあるので、なんかそういったことも参考になりますし、あなんかその世界遺産、この世界遺産に行くとこんな体験ができるんだなっていうのが分かるので、まあ、こういったこともぜひあの楽しんでもらえたらなというふうに思っています。まあ、こちらはまだ制作段階のすり出しなんですけれども、この動画があのご覧の皆さんではあのもうすでにあの発売されている頃だと思いますので、ぜひ世界遺産の歩き方、学んで旅するすごい世界遺産190選、ぜひお手に取って楽しんでいただけたらと思います。